公式出た時とお前も嫌われたりしてんの、いや別にわかんない。みんなのせいでっていうか、別に俺の態度が悪かったら嫌われるだろうし、俺の態度が良かったら嫌われないんじゃない。知らねえ。なんかこんな人の目あんま気にならなくなったな。なんかさ、そういう人って多分さ、あの、会社出た時にうまくいってる人だろうね。俺って基本、俺23の時から嫌われてたからさ、しかもお前ネット越しじゃねえぞ。面と向かって俺嫌われてたんだぞ。だから別にさ、その、人は自分のことを好いてくれるっていうのがスタンダードじゃないんだ。会う人間、会う人間、俺を嫌い、俺、ナルト、渦巻きナルトみてえだろ。だから主人公なんだ、俺は。俺、ナルトなんだよ。またあの目だ。こいつらすぐ俺を、またすぐ荒らせなのなんなのと、俺はそんなこと一言も言ってないのに、なんで俺はこんなに嫌われるんだって。7年間俺は。そのうち、イルカ先生みたいなやつが、山田久志さんあたりが、イルカ先生だって、こいつはそんなんじゃねえって、言ってくれることを切に願います、俺は。イルカ募集中、俺は。今。イルカ募集中でーす。今日ね、漫画喫茶でナルトの70巻から72巻まで読んできたから、ナルトの悪口言う準備は整ってるぜ。何が起きた、ナルトって。何が起きたんだって。なんでカグやってって俺は。思わずツイッターの福岡で荒らしかけたけど、俺は、スッと。スッと止めたね。でも面白かったなぁ、ナルト。俺、中二試験ぐらいまではほんとかじりつくように見てたね。ワンピは今面白い。あれ、文字が多すぎて読む気しねえんだよ。なんかさ、俺漫画見に行ってんだよ。文字読みに行ってんじゃねえんだよ。漫画見に行ってんのにさ、なんかさ、文字が多すぎてさ、だから俺デスノートとかも好きじゃないし、ハンターハンターもなんかちょっとね、だから汚ねえハンターハンター、富樫がラリってる時のハンターハンターは面白いの。なんか文字もぐっちゃぐちゃで、ああ、面白い面白い、それを読んでパッてスポイって、ねえ、500円で買ってさ、そのままセブンイレブンのゴミ箱にスポーンって入れて帰ってこれるんだ。なんかさ、高尚なものになってんじゃん。高尚なものになんかさ、漫画は素晴らしいよな。ゲームって悪くねえよな、みたいな。ゲームは悪いからやっちゃダメだよって言われてるから子供たちはやりたくなる。なんで大人がそれを覆そうとすんの。いや、ゲームやってるやつをバカにすんじゃねえよみたいな。クレヨンしんちゃん見ちゃダメだよって言われてるから、ああ見たい見たいって見てる。ダメなものでいいんだよ、クレヨンしんちゃんなんて。だからこそ面白いんだよ。なんでゲームをそんなさ、高尚なもの、学業と同じ等しいものにさ、しようとしてんだよって。あの、この世間の流れな、クズでいいんだよ。ゲームやってるやつなんて、ニコ生見てるやつなんて知恵遅れでいいんだよ。精神障害者のリハビリぐらいの立ち位置だからこそ、もう本当に面白いものがバッて生まれてくんのに、どん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 さ、上に上げてってさ、俺本当に好きじゃない、そういう漫画なんてさ。いや、読書は別だよ。まあ結構高尚なものじゃん。夏目漱石、何がハンターハンターだよって感じや。バカって、動物殺して楽しいの、犯罪者なんだって、あいつらみんなバカなんじゃねえの。それを楽しもうぜ。人、あいつらだって人殺しだよ、はっきり言って。人殺し。あんな人殺しをなんでそんなさ、あがめ立ててバカなんじゃねえの、みんな。いいじゃん、それは。架空のもので。手から火が、ドラゴンボールバカなんじゃねえのって。何が玉で願い叶えてくれるんだ、つって。夢はお前、寝言は寝ていねえ、バカだれ、鳥山明だからって俺は思ってるよ。思いながらも、ああ、面白い。これだからやめられない。覚醒だね、それな。ダメだよ、ダメだよって言われてるから我々は覚醒が欲するんじゃん。なんかさ、違うんだ。俺なんか最近のさ、なんか世の流れ でさ、ゲームって、ポケモン GO が流行ってからそうなんだよ、特に。ゲームって、別にゲームやってるやつって悪くないじゃん。楽しいじゃん。みんなも一緒にやろうよ。悪くない、全然。素晴らしいものだって。よくねえじゃん。ゲームなんなさ、携帯片手に持ってさ、カチ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 やってさ、もう高校生なんて夏休みなんか勉強した方が100倍いいじゃん。で、分かってるけどやっちゃう。それがゲームの素晴らしさ。ゲームなんだから、遊びなんだからさ。なんか俺ね、その違うんだよ。俺の中のね、なんか考えと違う。だからどん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 俺は爪弾き物にされてて、人気がなくなってくんだよ。ちょ、ほんとそうなんだよ。なんかね、だからニコラも面白くなくなったのはさ、テレビと同じ位置にしよう、学校作ろうとかさ、なんかそういうんじゃなくて、もっとさ、おいおい、みんな黙ってよ、 YouTube から転載しようぜとかさ、アニメ無料で見ようぜみたいなのが、俺たちの心をさ、ワクワクワク、無料でアニメラッキーっつってね、ロムハンターからロム落としてさ、みんなで楽しんでたんだ、俺たちは陰でこそこそ。
ドブでわけわかんねえんだかどうかはさ、どんどんさ、実況者で、ウェーイみんな、とテレ東の皆さん見てる、ワウワウ見てる、錦織圭最高みたいな、面白くもなんともねえんだよ。みんなでロムハンターをさ、おいおいおい、あれやべえな、10月から禁止になっちまってな、でもまだ逮捕者いねえから、やっちゃうぜ俺はって、そういうのが楽しかったのにさ、どんどん俺の行き場がなくなってくよ。でもそうなんだよ。お母さんからそれ、お母さんが LINE 来たわ。やめよう。今の俺を邪魔しないでほしい。初めての逮捕者になっちゃうぜ、みたいなさ。でもほんとそう思うんだよな。バカにされてる。バカにされていいじゃない。人なんてね、みんな大して変わんねえ。バカだろみんな。みんなね、銀行員だってさ、ね、愛妻家の銀行員だって風俗行ってね、変態プレイをするわけだし。かと思えばね、だってあの人だって、麻生太郎だってさ、あんな優秀な人間なのに漫画大好きだって言ってる。そういう一面があってもいいじゃん。全部同じフィールドにしちゃったらもう絶対、衰退しちゃうな。なんで万引きなの無理だ。いや、それ推奨してるわけじゃなくて、推奨してるわけじゃなくてね、なんかそういうなんか、ダメなものの、だからあれだ、15の夜だ。だから俺は、尾崎豊みたいなのっていいじゃん。盗んだバイクで走り出しちゃダメじゃん。ダメでしょ。でもなんかそこにどこか、あ、もう俺自分はできないけど、みたいなね、そういうのが、あるんだよな。最近そういうのがほんと薄れてきてるね。マジで。薄れてきてるな。やっぱタレントとかが言うわけよ。インターネットって素晴らしいよね、とか。あ、みんなとのやりとりってすげえ楽しいって、絶対思って、お前ら、ちょっとお前俺のコミュニティでてめえ30分放送してみると俺毎回思うの。これが、そんなね、真実から目を背けて、そんな当たり前じゃねえけど、そんなの、お前、そんな気持ちで生放送やってたら、お前どんどんネット衰退していくからなっていう。仲が良ければ喧嘩もするんだよ。人だものだって。仲が良ければ喧嘩もするだろう。なんかそういう真実から目を背けてさ、なんかゲームって素晴らしいよね、みたいな。素晴らしくなくていいんだよな。勝手に楽しんでれば。少年誌なのにエロい漫画とか興奮する。そう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 。何の話？いや、俺が最近ずっとさ、思ってたことなんだよ。本当に。ずっと思ってたんだよ。そういう一面があったっていいじゃないっていう。面白きこともなきよ、面白くなんだよ。テレビでエロいのやってると見ちゃうだろ？そうそう、トゥナイトトゥーとかさ。そういうので、もう、がんじがらめになってるのがテレビじゃん。で最近なんかさ、本当にさ、みんな、もう、総じて言えることだけどさ、生主たちもやっぱ結構、香川さんですら、もう丸くなっちゃったでしょ。緑さんとか丸くなっちゃってんじゃん。金梅もハムスター殺さなくなったし、ねえ、別にハムスター殺してくれって言っただけじゃなくて。見ちゃうだ、ダメ、ハムスター殺しちゃダメ、あーでも見ちゃうっていうのが、ないじゃん。俺絶対やらなきゃ。俺アンチ。そういうさ、アンチ。警察官に喧嘩売るやつほんと嫌いだけど。まあ、石川はそうじゃん。年齢のせいもあるけどね、もちろん。俺もそうだし。俺昔からそういうのほんとアンチだったから。やっぱりそれじゃなんかもうどこか面白くねえんだよな。やっぱ、うなちゃん、佐野ともりがね、鶴の氏に殺されてるところ見たいし。だ別にね、どっちも必要なんだ。あんまり、なんか、世間には、ね、あんまり、人とない人間だから。そうなんだよな。それなら、M ステとかさ。ね。ガキの使いとかの方が面白いわけじゃん。なんか、ちょっとね、やっぱ、ここだけはそういう空気でいたいなっていう。いろんなところに出ていく機会があって、なかなかそういうのってさ、こんなことしたら俺逮捕されるから。言えないけど、みんなは変わらずにいてほしいなっていう。ポケモン GO じゃなくて、桃太郎伝説やろうぜっていうノリで、やっぱいた方が俺にとっては、まあ、都合がいいかなとは。ちょっと思いますね。おしっこしてくるわ。よいしょっと。ヒートアップしちゃったわ。